どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。新ワールド罪深き世界へようこそ。さあ今回はですね、新パックにて登場した新デッキやっていきたいと思います。新ですね、新超融合、時空を超えた戦いだったっけな、10代くんとあのユースエとユーギーがなんかあの時空を超えて戦うっていう、あの田村敦さんと声優のパラドックスっていう、まあ、キャラクターが使うこの新デッキっていうのなんですけども、そのキャラクターと戦う、まあ、ストーリーになってまして、まあ、あの興味がある方はぜひね、あの映画見ていただければなと思うんですが、その新デッキかっこいいんですよ。で簡単に言うと、その田村敦さんが声優やってるんだけども、ロンドンブーズをね、その田村敦さんが、その郵政とか、10代とか、まあ、そのカードを仮パクしまして仮パクしたモンスターを闇落ちさせると、なんかその新モンスターっていうのになるっていう、まあ、そういう設定なんですね。で例えば新スターダストドラゴンであれば、通常召喚ができないんだけども、特殊召喚が結構簡単で、エクストラデッキからスターダストドラゴン1体を特殊召喚した場合のみ特殊召喚ができますよ。で、フィールド魔法がないと死んでしまうっていう、まあ、呪縛神みたいな、効果と、あと、こいつがモンスターゾーンに存在すると他の自分のモンスターが攻撃宣言できないっていう効果、そして、新モンスターがフィールドに1体しか表側表示で存在できないよっていう効果、これが共通効果になってまして、この辺の、まあ、2から、4までぐらいが、まあ、大体の新モンスターについている共通効果になっております。まあ、要は2体とか並べられないし、2体とか殴れないよみたいな感じなんですけれども、それの、デメリットを、まあ、完全に帳消しにしてくれる結構新しいカードがありまして、なんかこのインチキテキスト書き換ええー、映像魔法がありまして、この新テリトリーっていうね、このカードがマジでインチキです。まあ、新モンスターっていうのは基本に1体しか存在できないし、フェイド魔法を除外されたりとかすると弱いんだけども、その新テリトリーっていうカードがあると、こいつ発動時の効果処理としてそもそも新ワールドを発動できるっていう、まあ、要するにメタバースみたいなああいう効果が持っているのと、あとこの効果で発動したカードがフィールドゾーンに存在する限り、お互いにフィールドゾーンのカードを効果の対象にできないということで、コズミックサイクロンされません。このカードを使って新ワールド張ればめちゃくちゃ強いです。コズミックサイクロンされない新ワールドってめっちゃ強いんでね。だこれとあと新モンスターの持つ新モンスターはフィールドに1体しか表側表示で存在できないっていう効果を、新モンスターは1種類につき、1体しか存在できないに、書き換えます。はいインチキー、はいインチキーで、バトルフェーズの間だけフィールドの新モンスターの効果が無効化されます。まあ、つまり要はあの1体でしか攻撃、1体しかその新モンスターこいつしか攻撃できないみたいな、効果も無効にする、全部で攻撃できるっていう、もう本当にね、なんかそのデメリット全部消しやがったみたいなそういうカードになってますね、テリトリーは。で、新、セレクター、これはね、墓地からね、新カードを除外すると2枚、除外したカードとカード名が異なる、新カードを、手札に加えることができると。これが要は1枚が2枚になる可能性があるカードなので、これがすごく強いですね、打てると。で結構新カード墓地に送る手段が割と豊富で、例えばですね、パラドックスギア、これフィールド魔法が存在しているとこいつ自身をリリースして、敵がパラレルギアっていうチューナーモンスター2のねチューナーモンスターを、特殊化しながら、デッキから新パラドックスギア以外の新モンスターを手札に加えると、まあ、何でも、まあ、これとかも加えられるし、これも加えられるしみたいな感じなんですね。で、このパラレルギアっていうのが手札の、モンスターとシンクロ召喚ができるんで、8を持ってくれば10シンクロができるし、例えば10もいるんですけど、10モンスターを持ってくると12シンクロができたりとか、結構このモンスターがね、まあ結構簡単にシンクロモンスターが出るギミックなんで割と相性がいいと。で、シンクロモンスターはこんな感じになっていて、まずスターストラゴンはこの新スターストラゴンの対になる、まあ、モンスターなんで、これ除外するように、2枚、そして、重シンクロ、このパラレルギアとレベル8の手札のモンスターからシンクロできるようにレベル重シンクロ何でも出せるんで、汎用のこの新しいね、あの疾風大王エグゼクティブアレクサンダーとか、
あと、文房具ジェット、これね、あのこいつは結構、ね、除去札として使えて、フィールドの文房具カード、まあ、自分でもいいんですけど、自分とフィールドの表が表示のカードを、まあ、それぞれ破壊するっていう、まあ、要は、パラドックスギアが、1枚その表側を割れるカードに変身するよっていうことなんで、まあ、これは結構そこそこなんか相性がいいかなと思って1枚入れてるのと、あとパラドックス、ドラゴンね、これ新しい真のシンクロ、まあ、効果いろいろ書いてあるんだけど、まあ単純に4000-4000っていう打点がすげえ高いっていうのと、一応まあシンクロ召喚に成功するとシンクロモンスターだったら相手か自分の墓地から特殊召喚できる、まあ、要は仮パクするっていう、まあ、テーマなんで、シンっていうのはだから相手の墓地のモンスターパクれるっていうね、まあ、そんな感じですね。はい、でこいつはシンワールドがないと破壊されるんで、このモンスターを出すんだったらこのシンワールドを発動しておかないといけないという感じになっております。でフィールドのシンが戦闘か効果で破壊されると、このシントゥルースドラゴンっていうのを出せるんですよ。墓地かっていうだから、これめっちゃ強くて、まあもう他の効果はシンモンスターと同じで、制約ついてるんだけども、打点見てください、打点5000-5000なんですよ。5000-5000っていう、もう今回はね、まあ、脳筋王と呼ばれている、遊戯王デュエルリンクス界脳筋王と呼ばれている私なんですが、まあ、意訳すると頭が悪いっていうね、ことなんですけれども、まあ、5000-5000見るとやっぱやりたくなるのは一つだよね。コンセントレートしようよっていう。今日はそういうデッキになってます。まあ、ブルーバイスとかはまた別のデッキでやろうかなと思ってるんで、今回はとりあえずシントゥルースに自分ダメしていいっすかからのコンセントレートをぶち込んでいく様を皆さんにご覧いただきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津イシュタール選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なちこったすぐ事故るんだよこのデッキ。初動のさ、初動の枚数作れんだよこのデッキ。きついな。いや、オッケー、オッケー、オッケー、頼む、なんかモンスター聞いてくれ。あーぐぬぬぬぬ、コズミックサイクロンだったらやばいので、とりあえずコズミックサイクロンだけはするわ。コズミックサイクロンだけはしよう。さあこのカードでそのセットカードを除外させていただこう。あ、よしよしよし、新テリトリーの発動はなんもないね。コズミックサイクロンは打ち抜いたのは結構でかい。これはで、スーパーブラフカードを、スーパーブラフィングカードを2枚ぐらいセットしてターン終了。これは相当やばいぞ。さあ3000のライフポイント持つのか俺は。さあこのライフポイント持たせることができるのかといったところ。さあハッカモリのサニは、なるほど、ハッカモリのサニは今別に関係ないですね。モンスターもいねえし、打点が上がるくらいのもんでしょうか。オッケー。発動召喚したら、レベルかける100アップする。オッケー。了解。2300いいだろう。ちょっと、普通にさ、墓守のさ、蘇生トラップみたいなやつで、そいつを、蘇生して、1000と2300で対戦あたりしゃーみたいなやめてもらえますか。本当に、それだけは。それだけはお代官様。あ、なんもない。なんもないね。いけるね。生きたね。生きたね。生きたんならでかい。生きたのはでかいぞ。これは、パラドックスじゃねえか？さすがに。さすがに確定パラドックスだ。さあ、インチキ効果で3枚見して、ランダムで1枚出たのか何でもいい。オッケー。D、シン・パラドックスギアを召喚。シン・パラドックスギアの効果を発動。破壊されてもね、途中で破壊されても、シン・トゥルースが出せるんでね。そして、レベル8のシン・スターダストドラゴンを手札に加えるぜ。そして、レベル8、シン・スターダストドラゴン手札、各手札に、レベル2、シン・パラレルギアをチューニング。罪を書き、闇をかき分け、現れよ、シン・パラドックスドラゴン。うわ、強い4000-4000強い、4000-4000強っ。勝ったな、これは完全に勝った。いけ、シンパラドックスエネミーコントローラーくらいは許してやろう。いいだろう、いいだろう。くそ、このターンでは決着はつかんか。まあいいだろう、
なんか文字あんな。なんだろう。なんだろうね。もう一枚あるね。なんか、あ、やべ。新セレクター使わせた。やっべ。ミスった。やっべ。やっべ、怒られる。ちょ、マジで、新パック直後の、今朝4時に収録したから許して。ちょ、今、俺も眠いんだよ。寝たいんだよ、俺。新ワールドの効果を発動。デッキより、新カードを3枚、ランダムに、相手に見せながらの、ランダムに1枚加えるぜ。これは、これはパラドックスでいいんじゃねえか。普通のパラドックス。まあ、新セレクターでもいいや。新セレクターも1枚あるけどね、もう。伏せておいた新セレクターを使うのを忘れたぜ。俺は、やっちまったぜ。いいだろう。さあ、新パラドックスギアを手札に加えて、新セレクターの効果を発動。新セレクターの効果によって、墓地の新モンスター、もしくは新カードをゲームから除外し、除外したカードと、カード名が異なる新カードを2枚手札に加えることができる。これはこうだな。よっしゃ、いいぜ。2ペア来た。手札2ペア来た。新2ペア来た。そして新パラドックスギアを召喚。新パラドックスギアの効果を発動。お、なんかあるな。ずっと光ってんだよな。なんかね、あの効果とかなんか、あー、オッケーオッケー、全然オッケー、全然オッケー。フィードの新モンスターが効果で破壊された場合、ライフポイントを半分支払い、シュトゥルーストラゴンを特殊召喚。いくぞ。自分試していいですか。コンセントライト、えいっ。さあ、お相手の方を、ちょっと何年か先の俺だな。デュエルだ。いや、このなんか脳筋ゴリ押し感すぎて、ぶっちゃけ言ってやっぱそんなに強くないね。しん、あの純正は多分なんか、純正じゃないパターンの方がいいかもしれないね。活躍させるんだったら新スターラストとか新ブルーアイズとか、そっち系をなんかその出張させるっていうかね、そっちの方がいいとは思う。純正はマジで脳筋なだけ、本当に。コンセントする以外なんか戦法思い、ああ強い、食わねえわ、別に強くはねえわ。あの捨てるカードも強くはねえ。オッケー、大丈夫。太古の白石を捨てられなければ本当に何の問題もない。で、新テリトリーの効果を発動。新ワールドをデッキより発動。そして、これは一回新罪深きドラゴン族モンスターの進化をするか。レベル8、新スターダストドラゴン。レベル2、新パラレルギアをチューニング。罪深き闇より前よりよ、新パラドクスドラゴン。ターンを終了するぜ。あいつめんどくせえんだよな、なんだかんだ。乙女さん、青き目の乙女さん、なんだかんだめんどくせえんだよな。調和の法則、やばい、強そう。あ、強い、普通に。それはそれは普通に強い。それやばいな。でもね、白き霊竜っていうモンスターじゃないですか。あれで除外しようと思っても、新テリトリーの効果によって発動した新ワールドは対象に取ることはできません。つまり新ワールドは守られている。大丈夫だ。ブルーアイズは対象に取る系の効果しかねえ。多分大丈夫だ。いいだろう、ブルーアイズくらい許してやろう。そして新ワールドの効果を発動。デッキより新カードを3枚選び、その中のカードをランダムで1枚手札に加えるぜ。これパラドックスとテリトリーで圧倒的アドバンテージを稼ぐぜ。もう新テリトリーっていうカードめちゃくちゃ強いね。ああ、いいね。これ結局さ、1枚がさ2枚になってるからさ、これめっちゃ強いんだよね。パラレルギアと新スタースドラゴンもゲームから除外し、新パラドックスギアとトゥルースでいいか。さあ、この2枚を手札に加えるぜ。そして新パラレルギアを攻撃表示召喚。新パラレルギアの効果を発動。自身をリリースし、デッキよりパラレルギアを特殊召喚できるぜ。あと何を出すかっていう話はあるんだが、天罰、
そこで天罰。レビオニア捨ててくれた、レビオニア捨ててくれた、オッケー。で攻撃表示でバトロイズ、新パラドックスドラゴンの罪深き世界にようこそ。あの田村敦さんがね声優なんですけど、映画版のあの超融合のめちゃくちゃかっこいいんですよね、田村敦さん。なんか声優としてのなんか能力高えっていう。俺もなんかあんななんかそののぶといなんかそのなんか悪に満ちた声出してみてよ。スターダストドラゴンはいただいたみたいなね。まあひたすらになんかあのまあ簡単にシーン説明すると、ほんと仮パクしまくって、仮パクっていうかまあそうね、仮パクしまくって、なんかそのモンスターを白きレリーはテリトリーしか除外できない、あの仮パクをしまくりましてなんかひたすらになんかその仮パクしたモンスターをなんか闇落ちさせていくっていう、結構やべえことやってるんですよね、あの田村敦さん。さあ、ここで出てくるのは、おそらくドラッグオンバーミニオンくらいしか出てこれない。で、ドラッグオンバーミニオンかなんかの効果で、チューナーを除外するとカードを破壊できるが、今対象に取れるのは新パラドックスドラゴンしかいない。そして、新パラドックスドラゴンが破壊された場合、新トゥルスドラゴンはライフポイントを半分支払い、特殊召喚できる。攻撃力、守備力、5000、5000、5ゴッドドラゴンもびっくりだな。そして、新ワールドの効果を発動。新スターダストパラドックスギア、パラドックスギアこうだろう。そしてこのカードの効果によって新パラドックスギアを召喚し、これはもらった、あれ、あ、そっか、やべ、テリトリーねえじゃん、ちょ、ミスった、ミスったミスっていく、しっかりとミスっていく。ちょ、テリトリーがないとあれだったわ。新モンスターってのフィールドに1体しか存在できないっていう、なんかその縛りみたいなのがあるんですよね。結構きつい縛りみたいなのがあって、でその縛りみたいなのがあるんで、テリトリーはそれを無効にしてくれるんで、1種類につき1体みたいな感じにしてくれるんで、テリトリーを持ってこなければいけなかったんですが、私はそれをミスりましたので、今からテリトリーを持ってきます。すいませんでした、まだにわかすぎまして、まだにわかすぎましたね。新セレクターと新テリトリーを、選んで、新テリトリーが手札に加わる。よし、いいぞ。そして新テリトリーの効果を発動。でもさっきテリトリー持ってきたところで別に出せなかったから別に同じだな。何でも同じだ。で、新パラドックスギアを召喚。新パラドックスギアの効果を発動。自身をリリースし、デッキより新パラレルギアを特殊召喚。新パラレルギアが特殊召喚に成功したので、新スターダストドラゴンをサーチ。そしてレベル8、新スターダストドラゴンに、これはねこっちだね、新パラレルギアと新スターダストドラゴンでシンクロ召喚を行う。罪深き闇より現れよ、新パラドックスドラゴン。そして新パラドックスドラゴンの、これドラッグいけんな、新パラドックスドラゴンの効果を発動。ドラッグオンバーミニオンを俺のフィールドに特殊召喚。因果切断はもう遅い、そんなカードはもう遅い。ゴリ押し、ゴリ押し、脳筋ゴリ押しだ。ふん、ジョーたち、貴様に真の強さを思い知らせてやろう。これはハンドが強いぜ。そこそこテリトリー引け。モンスターをセット、カードを2枚セット、いいだろう、ボンコツが。ドロー、はん、なるほど、新パラドックスギアを召喚。新パラドックスギアの効果を発動、発動させろ。 OK、 新パラドックスギアの効果を発動。自身をリリースし、デッキより新パラレルギアを特殊召喚。そしてデッキより新スターダストドラゴンである必要性、トゥルースでいいか、ブルーアイズいるか、トゥルースでいいかも、トゥルースでよくて、そしてレベル8、新
ブルーアイズホワイトドラゴンにレベル2パラレルギアをチューニング、罪深き闇より前よりよ DDD 疾風大王エグゼクティブアレクサンダー、誰やねん誰やねん、お前誰やねん、ここともうブルーアイズだね、ブルーアイズとシンパラレルギアをゲームから除外し、でキヨリシンテリトリー、そしてシンスターダストドラゴンを手札に加えるぜ。よしよっしゃ、手札よりマジックカードシンテリトリーを発動、シンテリトリーの効果によってデッキよりシンワールドを発動、そしてシンスターダストドラゴンを特殊召喚、ノーキいけいけゴリ寄せバトルくらえ、シンスターダストドラゴンの攻撃シンシューティングストリック、誰起動トリガーのディアゴーレム、あ強い、あいやー痛い、誰800ライフ払ってこのカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる、やばい、なんかクソゲーの匂いする、なんかクソゲーなんかちょっとクソゲーの匂いがするぞ、これ大丈夫か、ちょっと若干クソゲーの匂いがするが、若干のクソゲーの匂いを感じ取っているぞ俺は。さあ2000ライフ払った、えこれダイレクトで戦力50、えどういう戦士族持ってくるやつだねこれね、手札戻して戦士族を持ってくるスキル、ビッグシールドガードはどういうデッキだよ、どういうデッキやねん、いやー来た、誰800のダイレクトアタック、あ反転世界かな、財宝への隠し通路、反転世界かなこれ、これもしかしてこれ反転世界、えこれリバーサルワールドっていうやつもしかして、えそんなうまくいく、そんなにうまくいきます、そんなにうまくいきます、ふざけんなよマジで、ふざけん、強すぎだろこの、強すぎだろこのデッキ、強すぎだろこのデッキ。